自分の今の話は割れそうだな。床は大丈夫、床じゃない、うん、ね、それよりも二人で話してる事実がね。こんちゃん、イムです。カットするカットするここどうなんだろう、どこまでずしたらバレるんだろう。バレるのか入ってる地名とか言ったらバレるんじゃん。カメラもあるとダメなんだよ。カメラ忘れないと。よそよそしいやん、なんか。いつも。意識しちゃう、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 プロ意識が、プロプロ意識の30人になる。やってるこんな会話とかもダメ。いや、こういうのが大切だ、こういうのが大切。それでまた一人立っていくれ。普通に楽しい。それなんかライブみたいな、ライブだったら面白い。YouTube ライブっすね。ちょっとやばい。大丈夫。ちょっと名前入れたいっしょ。あ、リップ買ったから楽しみにしといてね。意識しちゃってんじゃん、カメラ。それ大事じゃん。これでリップとドーナツとジュース用のアイスとミルキーミルキーのアイス、じゃあ3本取る。結構したね。いや、これも取るんだよ。そうです。47.3レッドブル。でかいレッドブルショート。新発売って書いてあるからね。やっぱね、人間新発売に弱いから。割引には強いんだよ。いや、俺割引にも弱い。今日も 50% オフに飛びついちゃったからな。いや、これは一撃だった。ラーメン食ってないじゃん。え、食ってない、食ってない。だからまだこっからじゃん。こっからじゃん。夜は長い、夜は長いよ。さあ、画面さあ、真っ暗なのよ。足元が真っ暗なの。大丈夫ですか。だから照らす。そのうち明るくなる。信号が画面で楽しむ要素がゼロなの。だからもう会話を聞いてもらってラジオ、うん、ラジオ的な、うん、でも最初にさ、うん、始める時にあれこれ、うん、ただただ男子大学生2人が話し合うだけ。ちょっと価値なんか、うん、もっとね、もうちょっと大学生楽しい会話してると思う。すべての経営者が意識してる100のことは30だ。うん。いや、いいよ。全然。さすがに。ほぼ少し。ほぼ人前みたいなもんだ。人前よりも人前だし。人前よりも人前だし。場合によっては。何ですか。いや、なんかね、段階踏むらしいよ。なんか、最初に、なんだっけな、なんか、番の種類があって、3回目の番でアカウント停止だ。なんか2回目くらいで18歳未満が、
ね。あ、でもそういうコンテンツだからか、それは。そう。これはこれは、なんか一発アウト。変しただけで。変しただけで。変が。なんだろうなぁ。このやつになぁ。あれが積み重ねしかないかなぁ。毎日さ、15分本読もうって決めてさ、うん、それで毎日読んでる。偉いっしょ。偉いっしょ。めっちゃ偉いっしょ。今日やった？今日までやってないから、持ってきてる。持ってきてる。ちなみに、ちなみに、何とかな。ちなみに、ただの自己啓発本だ。いや、あれね、言ってたわ、どうなんだ。自己啓発本で、自分がこう、思ってる、本当に大事なことは聞かない。いや、違うんだよ。そうそう。自己啓発本を読むときは、こう、生き方に迷ってるときなんだよね。うん。ちょっと、何でもいいから。言ってたもん。ローランドが言ってた。言って、だってさ、その本を読みたいって人はさ、うん、その自分のことを盗もうとしてるわけじゃん。自分の考えをね。それはさ、自分が一番やってる、一番大事なことはさ、言わないよ。いらないから。いらないな。読むことだけ納得できるとこあればいい。俺は勉強してるな。マジ？うん。そう言ってね。しっかり書けないってやばいな。そろそろ。月1だったっけ？今ね。多分、まあでも、受ける日の月とか変わんないじゃない。だって、大学入試になったら一回受けてないのはちょっと。みんなどれくらいから就活始めるの？先輩はもう今言ってる先輩結構いる。4年から始めたらなんか遅いかな、あれ。だから今だから先輩だから、次4年生の先輩も今やってる人はいる。あれ結構ね、俺の好きな人に似てる。ん？ちょっとダメだよ。違ったな。俺今言いかけたよ。違ったな。なんか最初ちょっと違う言葉を言おうとしたんだけどね。俺の母さんに似てるって言おうとしたけど、ちょっと違うっていう。それをちょっと言いたいけど、直前に気づいた。俺の締めだよ。やばくない。本当に聞くんだけど。そんなこと言ったらね、なんかここにもカットが入る。さすがにきついとか言っちゃダメだから。本音知りたいかもしれない。終わり。じゃあね。じゃあね。チャンネル登録、高評価お願いします。SNS もチェックしてみてね。